はい、皆さんこんばんは。教育×デザイン思考サロンということで、サロンホストをしています日枝ひかるです。明日の教育をゆるくデザインしませんかということで、私たちサロンホスト、あと2人いるんですけれども、後で紹介いたしますと一緒にゆるく語り合いながら、まあこれからの教育について語ると同時に、これから今求められている、今のこの社会の中で求められている教育だったり学校だったり授業っていうものをデザイン思考を持って考えてみようというサロンになります。どんな方々に、一緒に聞いていただきたいかなっていうところで、まあ、教育自身に関心がある学生さんだったりとか、まあ、大人の方でももちろん大歓迎ですとか、明日の授業準備に追われている先生なんていうところで、じゃあどうやったらいいの、オンラインはだったり、新しい授業の形はだったりっていうところも、一緒に考えるヒントになったら嬉しいなと思っています。あとは私たち3人の共通点は英語っていうところなんですけれども、そういうところで英語の運用能力自体を向上させたい、英語をコミュニケーションの一つのツールとして、まあ、海外に行く行かないに問わず、例えば外国の人とお話をするときにもっともっとこう、より自分の気持ち意図が伝わるにはどうしたらいいんだろう、なんかそういうふうに考えている方々にも、まあ、このサロンに入っていただいて、それの能力を上げるためにはどういう授業の形ができるんだろうかだったりとか、どういう授業だけじゃないかもしれないですね、まあ、日常生活気をつけたらいいんだろうだったりとか、まあ、実際にもうデザイン思考自体を英語でやってみようかとか、まあ、そういうふうに発展するかもしれないので、まあ、そういうふうな形で興味があるよって方はご参加いただければ嬉しいなと考えています。3人と言いましたが、まずホスト1号は、ウッシーということで、ウシキチカラさんなんですけれども、ウシキチカラさんは、東北芸術工科大学デザイン工学部のコミュニティデザイン学科で、先生をしていらっしゃいます。一方、私自身が、ウッシーと呼んでいます。ウッシーと出会ったのは島根県の津和野高校なんですけれども、そこのプロジェクトチームに今も入って活動されていらっしゃったりとか、本当に多彩な方です。カリフォルニア大学バークレー校の方で都市計画を学ばれて、そして今は、山形にお住まいです。そしてタクちゃん、長戸拓郎さん、ホスト2号になります。は、長崎のご出身なんですけれども、広島の方の大学を出られて、そして今は英語の先生をしていらっしゃいます。前の勤務校は、ではですね、クラス経営をされたりとか、今ももちろん、なんですけれども、PBL を主体とした、授業の取り組みをされたりとかっていうところで、たくちゃん自身も多彩です。サッカーがとても上手なたくちゃんになります。で、AFA。アプライドインプロビゼーションファシリテーターアカデミアでファシリテーションを一緒に学ぶ同士になります。そして私ホスト3号ということで、私日枝ひかる、ひかるちゃんと呼んでいただければ嬉しいです。私自身はもともと出身は企業研修になります。というか企業研修の前にもともとはマーケティングという部署にいました。そこから企業研修に移り、そしてそこからちょっと大学の方からお声をかけていただくようになって、そして大学で、授業を持つようになったっていうところから、だんだん企業からどっぷり今度は教育の方にこうシフトしてきた経歴があります。高校の方で校長させていただいた時期があったりとか、今はまた大学に戻って、大学の方で、まあ、行動心理を研究しながら、人の行動を起こしていくためには、まあ、どういう関わり方がいいのかななんていうことを研究している人間です。ということで、この3人でサロンを運営しているんですけれども、じゃあサロン
をあえて教育×デザイン思考としたんですが、そもそもじゃあデザイン思考って何っていうところからお話をさせていただきたいと思います。デザイン思考っていうのは、もともとプロダクトデザインの、ために生まれた思考になります。ロジカルシンキング、論理的思考ですね。ラテラルシンキング、水平思考なんていうふうにも言われたりしています。シックスハッツシンキングっていうので、シックスハット。6つの、多面的な思考で、感情的に、論理的に、事実をもとに、なんていうようなシックスハッツシンキング。いろんなシンキングという方法が出てくるんですけれども、その中でデザイン思考っていうのは、プロダクトを生んでいく。という中で、そのユーザーさんがより満足を得られる、顧客満足につながるようなプロダクトを生んでいくための思考というところで、そのために5つのステップがありますよというところで、まあ、これはスタンフォードのデザインシンキングのプロセスをちょっと採用させていただいています。ちょっと英語で申し訳ないんですけれども、5つのステップの1つ目はエンパサイズということで、先ほどユーザーさんって言ったんですが、ユーザーさんが何を求めているんだろうっていうな、ユーザーさんの感情にアクセスしてみようというのがステップ1、そしてステップ2というところで、そこでよりこうなったらいいのにな、これがもっとこうなったらいいのにな、ここの部分はちょっと不満を感じてるんだよな、なんていうところにアクセスしたならば、それを、定義付けていくっていうことをステップ2にしてみましょうと。もう少しこう言語化してみましょう。感情を言語化してみましょうと。そしてそういうふうにかな感情が生まれているんだ。そこに課題っていうことが見つかってきた。そしたらその課題をどういう取り組みをしたらそこに、その課題をクリアしていけるのかなというアイデア出しをしてみましょうがステップ3。そしてその出てきたアイデア、ソリューションに向けてのアイデアを、プロトタイプしてみるということで試作を作ってみるというのがステップ4。そしてステップ5がその試作をじゃあテストしてみましょう。実際の、ユーザーさんに使っていただいてテストしてみましょう。というのがプロダクトのためのデザインシンキングの流れでした。はい。それを今度は、エデュケーション、教育に当てはめてみましょうというので、これも、スタンフォードのデザインシンキングからちょっと持ち寄らせていただいてますので、詳しいことはここから QR コードを読み取っていただいて、またホームページを見ていただければと思うんですけれども、スタンフォードのデザインシンキングのプロセスで、第二カ国語を学ぶ人が、抱えている課題って何なんだっていうことを例を出してやっているページがありました。まあ、そこを見ながら私たちは、うん、デザインシンキングをもってして、じゃあ授業作りを、考えてみようというふうにサロンを、立ち上げるきっかけになっています。実は私は、コーチングっていうのもいろんな、多種多様な人たち、いろんな年代層の人たち、いろんな組織の方々に、まあ、研修をさせていただいているんですが、それがグローモデルっていうコーチングのスタイルになります。具体的に、それぞれの英語の単語の頭文字を取って GROW。で、グロー。まあ、人間の成長につながっていく、コーチングっていうので、まあ、セルフコーチングにも使うために、まあ、ご紹介をしたりしているんですけれども、ちょっと先にそこをまずご紹介させていただきます。グローモデルの G ということで、ありたい姿、ありたい理想ですね、をまずは考えてみると。現時点から、じゃあ自分が目指す姿は何だって考えた上で、はい、
じゃあ現状はどうなんですかと。まあそこにギャップがあるんですね。じゃあそのギャップを、理想に近づけるためにはどんなふうに埋めていけるかなという選択肢、オプションを考えてみる。選択肢はもちろん一つではないんです。いろんな選択肢が生まれてくるのかなって思います。例えばですけれども、最近ちょっと感染症の、拡大防止のためお家にいることが多いです。お家にいるとだんだんちょっと運動不足になって、でも食べる量が変わらないからちょっと、肉付き良くなってきたな。現状。ゴールはやっぱり今まで通り、しっかりと健康的で、しかも脂肪のない、まあ理想の姿、体でいたいなと。じゃあオプションとして考えられるのは、まず一つ目は、食生活の見直し。普段通りに食べてたら、そりゃ運動ができないから、まあ体重は増えるねっていうことで、食生活考える。もう一つ考えられるのは、いや食生活はあんまり変えられないんだ、食べるの大好きだから。じゃあその分、外に出なくてもできる運動ってあるよねって、お家の中でできる運動を考えてみよう。運動も食もなかなか手が出しづらいんだ私は。あ、でもお風呂大好きだから、じゃあ余分にお風呂に入ってお風呂の中でできるマッサージをして、そこでカロリー消化をしてみようかな、なんていう風にオプションもたくさん出てきます。理想に向けてこのギャップをどういうふうに埋めれるのかなっていう たくさんの、選択肢を出し、じゃあ出しただけで満足するのではなくって、意思を持ってやる、ウィル、意思を持ってやるということで、じゃあ具体的にどれをまず選んで、じゃあそれを選んだならばどういう形でいつからやるかっていうことを自分に課してやっていくというのが、まあセルフコーチングだったら自分でそうやって見つけていくし、コーチをする相手がいるならば、ここをですね、言ってしまうんではなくって、何を目指したいんだろうっていうことを、まあ聞き取ったり質問を繰り返してそこが見えてくる。じゃあ現状どうなんだろうっていうのをまた喋ってもらって、それを洗い出していく。じゃあこの理想と現状を埋めるためには、まあ、ここも本人がこういうことができるかな、ああいうことができるかなっていうことを、コーチである人間はそれに寄り添いながら、それを、まあ、例えばメモってあげるだったり、もう一回オウム返しで相手が言ったことをそのまま、他人の口から聞くことで、そうそうそうというふうにして本人が行動に移していくように、まあ寄り添ってあげるっていうのが、まあ、コーチングだったりします。これデザイン思考、先ほどにすごく似てるんですね。ということで現状、まあ、ちょっと、ハッピーじゃない部分で、ハッピーじゃないことを抱えてる人がいる。そこに対してエンパサイズ、寄り添い、感情として寄り添い、そしてそれを言語化する。そしてじゃあどういう状態になってたらハッピーなのか、そこもその話を聞きながら、ありたい姿っていうところを一緒に、またここも言語化する、もしくは視覚化してみる。こういう目指したいのはこういう絵だね、こういう映像かな、こういう、まあ、言葉にするのもいいですね。じゃあそれに対してどういうことができるんだろうっていうことを、いろいろアイデアを出し、じゃあそのアイデアに対して、じゃあこういうことから組み立ててみようかっていうことで、プロトタイプ、実現可能な企画をかけ、そしてテストをしてみる。そしてまだまだここに、ここの 100% こうなれないならば、もう一回ここに戻って、そこのイラッとする部分は何だろうっていうことを繰り返していくっていうのがデザイン思考で、最終的にそこにいる人がみんなこの状態になってるを目指そうと。それがプロダクトっていうところで、じゃあ今持っている時計、より満足するものにするにはっていうことを
まあそれに対して不満と思う部分だったり、イラつく部分だったりが聞き出せて、それを、どういうことをすれば、まあ、どういうですね、まあ、工夫をすればだったりとか、どういうモデルにすればだったりとかっていうことをアイデアを出してテストをして、そして、まあ、提供していくというところから、ここエデュケーションっていうところで、これもやっぱりデザイン思考できるんではないかと、学生たち、生徒たち、学び手たちですね、が何かちょっと不満に思う部分、悲しく思う部分、ちょっとイラッとする部分、がっかりする部分、そういう部分を、共感を持って聞き出し、それが何なのかっていうことを言語化していき、じゃあそうじゃなくて、みんながハッピーにやる気を持って学びに向き合えるには、どういうことが、どういう取り組みが、どういう授業が、どういう学校がそうできるのかなっていうことを考えを出していく。昨日、させていただきましたサロン第1回目は、皆さん自身が学校についてどういう思いを抱えているかなっていう、ここに、まあ、近い部分の語り合い、ゆるく語るってそういうところでちょっと使わせていただいていたんですけれども、まあ、ゆるく語り合いながら、ここの部分のエンパサイズをさせていただいている、まあ、過程だったかなというふうに理解していただければ嬉しいです。ちなみにエデュケーションだけではなくて、ご参加いただいた中には、地域を良くしていきたい、地域のコミュニティをデザインしていきたい、やっぱりこれもデザイン思考ができるわけです。地域に住む人たちが、その地域に何らかの不満を抱えていたり、悲しいな、イラついてるなっていう部分を、寄り添い聞き出し、中にはうまく言語化できてない、表出できてないっていう、何か腹の底に溜めてるっていうこともやっぱりあるわけです。それを、ファシリテーターだったり、コミュニティデザイナーだったりが、そこに寄り添って、その人が抱えてることを聞き取るというかね、表出できるお手伝いをすると。で、表出したならば、そういう感情が表出したならば、それを、定義づけ、まあ、言語化した中で、じゃあその地域がよりハッピーになるには、じゃあどういう取り組みができるんだろうっていうことをいろいろ考えるということで、地域より良い、まあ、コミュニティにもデザイン思考っていうのは非常に有効ということで、はい、教育×デザイン思考サロンは、そういうことを、まあ、皆さんと語り合いながら、そしてアイディエイト、いろんなアイデアを出しながら、そしてプロトタイプ、試行錯誤して、試行、まずは試作を作ってみてやってみようということを実践しようとしているサロンになります。ぜひ、毎週水曜日8時に、開催してまいりますので、参加してみていただければ、嬉しいなと思っています。毎週水曜日8時にお待ちしています。ご視聴、ありがとうございました。